4月1日、いよいよ初日。劇場に入る前に、勘九郎と七之助は父の墓に手を合わせました。続いて平成中村座が立つ浅草寺へ、本堂にお参りします。化粧台には父勘三郎の写真。直也も元気にやってきました。なおちゃん、おめでとうございます。楽屋に。しかし出番前の楽屋では、また寝ちゃいました。さすがの大物ぶり。七之助が触っても、どうしましょうか。おはようございます。おはようございます。本人よりお母さんの方がそわそわ。厳しいお稽古の成果が試されるとき、母親の愛は心臓が飛び出そうです。4歳の中村屋、運命の時。娘おじゃ、愛愛、もっと大きな声じゃない、愛愛。そう、よし、行きましょう。本当は親子三代中村座の舞台に立つのが勘三郎の夢でした。いよいよです。まずはうなずくシーン。よいとのも。続いてはセリフ。そしてもう一つのセリフ。おじゃ、あいあい。出番を終えて揚げ幕へ。ダメよ、また。そんな子、そんな子、中村屋というこの掛け声は、本来画面右側舞台の上手にいる七之助に向けて言うセリフでも、お客さんの方を向いてしまいました。舞台稽古の時はきちんとできていたのに。そんな子、そんな子、中村屋。
の顔見て、何に入ってくるんだよ、それでしょ。分かった。ちゃんと目を見て。ね。ありがとうございます。それも大きな声じゃないと。ありがとうございます。もっと大きな声出るでしょ。出してごらん。ありがとうございます。そう。ね。終わった。ちゃんとお目目見て。はい。どうぞ。はい、寝ます。満足いく芝居ができるまで何度でも。中村屋の小さな歌舞伎役者は奮闘します。はい、もっと行こう。はい、そう。平成中村座浅草公演3日目。おじじの顔見てやるんだよ。ね。そんな子、そんな子。またお客さんを見ちゃいました。ね、おじじ見なきゃダメだって昨日も言ったでしょ。ね。やっぱり叱られちゃった。でもくじけません。そして4日目。はい、はい、おはようございます。直也くん、今日も明るく楽屋へ。中村屋スピリッツで頑張ります。あらら、危ない。出番直前、花道でお父さんとおさらい。おじじの方、分かった。おじじの方を見なければ。できました。本番もその調子でいきましょう。そしてこの日は弟の範之が登場。もうすぐ2歳。独特のキャラクターで楽屋の人気者です。ルーターのね、どこ行くのよ。あ、もう無になってますね。彼の今置かれるノリワールド。何やったって。おじじだよ。あ、絶対にもう自分の世界に、宇宙に入る。範之は自分の世界に入ってしまうと誰が声をかけても返事をしなくなってしまうのです。次男君。あ、本当だ、次男君。どんな向こういう。ノリ、お、動いた動いた。弟の前で今日こそいいところを見せなければ。じゃあ聞こえ、流しますね。いる。もっと聞こえ。はい、もっと聞こえ。はい、そう。出番です。まずはうなずき。大きな振り、よくできました。そしてセリフ。そんな子、そんな子。しっかりとおじじを見て言えました。声も抑揚たっぷり、お見事。お父さんに褒められた。お母さんも笑顔で迎えます。弟にいいところ見せられました。誰かやっ
今日おじじの方見て言えたじゃない。そうやね、すごいよ。今日入ってもらえる。はい、はい、どうじばの方向いても言えたわね。明日もやってね。いけるね。いや、ちょっと大丈夫よ。大成功。おじいちゃんも喜んでますよ。